皆さんこんにちは。司法試験2020年度、滝山講師が直接添削、1年合格も目指せる滝山入門講座ガイダンスを始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師滝山茂樹です。よろしくお願いいたします。で、このガイダンスはですね、収録ありになりますので、まず最初にですね、私からご説明した後、皆様の、個別の質問にお答えする形で、進めていきたいと思います。で、主に使うのはですね、お手元にあると思いますこの滝山講師が直接添削、1年合格も目指せる滝山入門講座、こちらを主に使っていきます。もし、お手元にない方はですね、お近くのスタッフのにおっしゃってください。で、この私の入門講座というものは基本的に予備試験あるいは司法試験を目指す、ロースクールを目指す、その法曹関係を目指す方と、あと国家総合職の法律職、これを目指す方、これ両方、目指せるコースになっております。そこで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、最初に司法試験制度の概要、次に国家総合職の概要について触れていきます。で、まず司法試験とは何なのか、これは法曹ですね、弁護士や裁判官や検察官になるための試験、テレビドラマなんかでイメージ湧くかもしれないんですけど、弁護士というものは、例えば刑事弁護だったらね、犯罪を犯したと疑われる人を弁護する、あるいは民事事件だったら当事者の代理人となって貸したお金を返せとか、そういった裁判をやるのが弁護士。裁判官はその判決を出す人ですね。で、検察官というものは犯罪を犯したと疑われる人を起訴、裁判にかける、そういった人になります。で、司法試験に合格して司法修習に行き、これは今1年間の研修となっています。さらに2回試験に合格すればなれる、もう試験だらけなんですけど、この2回試験に合格すれば最終的に法曹になれることになります。ただ弁護士は弁護士会への登録、これは普通は登録されます。あと裁判官、検察官は公務員なので採用されることが必要です。じゃあ次に、司法試験の中身、司法試験ってどんな科目出るのって話です。5月に担当式試験、憲法、民法、刑法の多種多一試験、これマークシートですね、五択とかそういうイメージを持ってください。で、論文式試験は憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法で、これから司法試験目指す方で初めてだって方はですね、ここの憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、これ集めて7個あるんですよ、合計7個、7法とか言ったりします。7法っていうと、この必修科目の7つなんだなというイメージをね、ぜひ持っておいてください。7法ですね。昔は6法って言ったんですけど、行政法って科目が増えたので今は7法になってます。で、あと選択科目ですね。選択科目は1科目選択で、ここに書いてる労働法、倒産法、知的財産法、租税法、経済法、環境法、国際司法で、なんかこれ5時になってますね、これ国際公法ですね、ここはですね、国際公法です、国際公の法ですね、国際公法に直しておいてください。で、これどんな試験出るのか、ちょっとだけ試験問題先取りで見ておきましょう。このレジュメのですね、4ページ目ご覧ください。担当問題です。平成29年司法試験予備試験の担当式試験の民法です。ちなみに予備試験と司法試験はほとんど同じ問題だと、似たような問題が出ると思ってください。第1問、 A が19歳で親権に服する男性であることを前提として、次のアからオまでの各記述のうち正しいものを組み合わせたものは後期1から5までのどれか、アだけ見ておきましょう。 A がその親権者から営業を行うことを許可された後に、親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には、その売買契約がその営業に関しないものであっても、 A はその売買契約を取り消すことができない。なんか長いですね、文章が。で、いろんな前提条件もあって結構ややこしいです。ただなんとなく
この未成年者って親の同意がないと大きい買い物はできない。そんなこと聞いたことあるかもしれないけど、その未成年者とかに関する問題なんだな、そういったイメージは湧くでしょう。民法っていうのはこういうふうに取引とか契約とかが聞かれる科目、そんなイメージを持ってください。で、この単答式試験はなんとなく、知識があれば解けそうなイメージありますよね。まず実際そうです。じゃあ論文ってどんな問題が出るのか、6ページ見てください。で、これ憲法の論文問題です。ちょっとですね、これね、2分ぐらい取るのでざっと目を通してください。解く必要はありません。何書いてるかちょっと見てくださいね。2分ぐらいで。ざーっと目を通す、雰囲気をつかんでいただくためなので、ざーっと目を通す程度で結構です。全部目通せてないかもしれないけど、あれですよね、農産物って取れすぎると価格が下がってしまうんですね。なので、その価格の調整をもう A 県、これがやろうとしている、そういった問題です。でもこれって A 県無理やり廃棄を命令するんですね。そんなことできるのかって話ありますね。で、7ページの説明を見てください。こういうふうに聞かれます。公の立場からの憲法上の主張と、これに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ、あなた自身の見解を述べなさい。なお、法律と条例の関係及び訴訟形態の問題については論じなくてよい。なんか小論文みたいな問題ですね。憲法ってこういうのが出ます。ただし、法律の試験なんで、法律を使って、憲法を使って論じなきゃいけない。これが論文式試験で、これを予備試験だったら70分、司法試験だったら120分で解いていくことになります。これが論文式試験のイメージです。で、また1ページ目に戻ってください。で、司法試験の中身のお話ししてきました。この単答式試験3科目と論文式試験8科目を、これね、書いてないですけど4日間で行うんですよ。で、大体5月の水木金土日の5日間で、金曜日は休みです。この水木土日、この4日間を使って行われます。水曜日が論文、木曜日も論文、土曜日も論文、日曜日が単答式。もう朝から晩まで4日間、試験時間は総試験時間大体ね、24時間近くにもなります。結構過酷な試験です。私もですね、受けた時は火曜日眠れませんでした。で、水曜日も眠れません。で、木曜の中日があるんでようやく眠れた。そのぐらい緊張もしますし、大変な試験です。古代中国に科挙ってありましたけど、多分もうこんな科挙ってこんな感じだったんじゃないかなってぐらい辛いんですけど、これを乗り切ると放送資格が得られる、そういうことになります。ただですね、今、司法試験を受けるためにも資格いるんですね。それが、括弧3、司法試験を受けるための資格です。これ、司法試験を受けるためには、ロースクール、法科大学院と言います、別名。で、修士課程相当を修了するか、予備試験に合格しなければなりません。で、ルート2つなんですよ。まず、ロースクールって大学院なんで、大学卒業していることが必要です。
別にこれはどこの大学でも結構ですし、通信制でも構わないんですが、大学院行くために大学卒業して、ロースクール修了して、なので普通6年かかります。4年足す2年で、司法試験受けて司法修習に行って、2回試験に合格すれば、法曹になれる。一方で予備試験っていうのは受験資格がありません。後で見ますけど。で、予備試験に合格すればいきなり司法試験を受けることができます。じゃあ次に括弧4、予備試験見ていきましょう。で、予備試験に合格すれば司法試験を受験できます。そしてこれは本当に受験資格がありません。もう高校生の合格者も出ています、今。で、ロースクールに行く時間2、3年とお金、学費を節約できる。もちろん、ロースクールで学ぶことが無駄だとは言わないんですが、やっぱりロースクール行くと2、3年余計にかかってしまいます。それを節約できる。あと、ロースクールの学費っていうのは、まあ、国公立で安いところでも、まあ、5、60万は年間しますので、それを節約できるということになります。ただし、予備試験を合格するっていうのは、これロースクール修了と同じ程度の法律の力があるということなので、最近は以前より益化したが、ロースクールに入るよりは難しいです。これミニ司法試験のイメージで、司法試験とほとんど変わりません。で、どんな感じになっているかというと、5月が単等式試験。憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、基本7法と一般教養科目の試験があります。予備試験の方が司法試験より科目が多いんですね。結構ハードです。で、7月が論文式試験で、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、7法と一般教養科目と民事実務、刑事実務になります。で、一般教養科目っていうのが増えてます、司法試験になかった。で、5月の単等式試験の一般教養科目は、これ後で見る公務員試験の一般教養に似てるんですけど、例えば歴史が出たり、経済学が出たり、物理が出たり、英語が出たり、まあ、法律以外の学問分野が出るということです。ただ実はですね、この一般教養科目0点でも受かります、他の法律ができれば。あと、マークシートなので0点ってことは理論的にはありません。ですので、一般教養科目はあまり気にしない方が人が多いです。で、7月の論文の一般教養科目はいわゆる小論文です。なので、これ何か特別な勉強をしているというよりは、小論文の対策をしていればこれは解けます。で、7月に民事実務、刑事実務ってありますが、これは法律の試験です、あくまで。法律の実務的なことを聞かれるということで、これも対策はできます。で、10月の口述試験で、この10月の口述試験っていうのは、実際に試験官がいて質問しかれるんですけど、これ面接ではなくて、いわゆる口頭試問ってやつです。面接っていうのは、例えば「あなたは何で弁護士になりたいと思いましたか？」志望動機を話してください。そういったものなんですけど、口頭試問っていうものは学問の中身を口で聞かれる、そういったテストになります。口述試験はこれに近いです。例えばね、こういうこと聞かれるんですよ。1個やっておきましょう。東京に住んでいる X さんが、福岡に住んでいる Y さんにお金を200万貸しています。でも Y さん200万円 X さんに返してくれません。皆様方が X さんだったらどうします？諦めます？まあ、諦めるって選択肢もあるんですけど、これ司法試験の話なんで、まあ、裁判を起こして回収することを考えましょう。で、ここで一つ大問題があります。裁判所というのは東京にもありますし、福岡にもあります。これどっちの裁判所で裁判やるんでしょうか？よくよく考えると、これ大問題じゃないですか。東京の人が飛行機で福岡に行くのか、福岡の人が飛行機で東京に来るのか、まあ新幹線でもいいですけどね。交通費もバカにならないし、時間もかかる。どっちの裁判所で起こせますか？これを裁判管轄と言います。で、これ法律に規定があるんですけど、こういうことを口頭で聞かれるわけです。で、実は結論から言いますと、これはどっちでもできます。 X さんが東京の裁判所でも訴訟提起できるし、福岡の裁判所でも訴訟提起できます。
まあ、民事訴訟法って法律に規定があるんですね。まあ、こういったことが聞かれてきます。よろしいでしょうか。 で、このガイダンスに来ていただいた方、おそらく予備試験あるいは総合職に興味がおありだと思います。そこで予備試験ってでもすごい難しいって話を聞いた人もいるかもしれないです。でね、世間一般で予備試験難しいって言われてます。なんでかっていうと、ロースクールの2年をショートカットしていけるんだから、それなりに難しいんじゃないか。で、大体合格率が3、4%です。で、ちょっとここでね、予備試験って難しいのかって話をしておきたいと思います。で、大体ね、予備試験の合格率って、こう考えてください。受験者数が大体1万人ぐらいなんですね。大体ですよ。で、担当試験に受かるのは大体20%です。なので1万人かける0.2だから2000人ぐらいが受かります。で、担当に突破した人だけが論文受けられますね。で、論文式試験はこの2000人のうち、さらに大体20%が受かります。400人です。で、この400人が口述試験に進めます。口述試験はこの400人のうちほとんど受かります。ほとんど、まあ年によって違うんですけど、まあ95%ぐらい受かるとしましょうか。0.95で、大体380人。大体これぐらいが予備試験の合格者です。どうです？ 1 万人で380人、難しいと考えるか。まあ、一般的には難しいと、考えるんでしょうね。ただ、私からお伝えしたいのは、これ騙されないでほしいんですよ。これね、受験者数1万人って受験資格ないんですよね。正直言うと、これ記念受験います。記念受験ってのは法律全く勉強してないとか、あんまり勉強してないで受ける人なので、この1万人の0.2に入るのってそんなに難しくないんですよ。難しいのはこの2000人は担当式試験を突破した、もう猛者中の猛者、実力者なわけです。ここの0.2に入るのがものすごい難しい。なので、実際この論文式試験が山だと思ってください、予備試験は。ただ逆に言うと、担当式試験の0.2ってあんまり考えなくていいくて、論文式試験の0.2を考えなきゃいけない。だから、まあ、実質合格率は20%ぐらいなんだって考えても差し支えないかなと私は個人的には思ってます。論文が勝負です。担当はここの1万人はいろんな人がいるから、それほど問題じゃない、ここ。ということになって、大体実質的な合格率で1、2割、それが予備試験になります。あとですね、これ1万人のうち380人、これ例えば1万人のうち3人とかだったらおそらく厳しいでしょう。でも380人ってそれなりに受かります。なので、予備試験というものはここの論文式試験の0.2に入れば受かるんだ。なので、数パーセントじゃないんだ、実質的な合格率は。そうイメージしてください。いいでしょうか。じゃあ、一応ロースクールの話もしておきます。2ページ目ご覧ください。これ入学して卒業すれば、司法試験合格資格じゃないですね。失礼しました。司法試験受験資格が得られます。で、これ修士課程相当なんですが、研究よりも高度な法律の知識と使い方に重点が置かれます。研究しません、基本的には。司法試験に出るような科目の講義です。で、講義の中身はソクラティスメソッドというものが使われます。教員と受験生の議論を通じて、ある設問をどのように法的に解決するかを考えていく。ただ、これ結局当てられるってことです。あと、予備試験の口述試験に似ています。例えば、竹山さん、これ裁判管轄どこにあるとか、そういうふうに聞かれるんですね。で、ロースクールは未修者コースと既修者コースがあります。で、未修者コースが3年で法律学習したことがない人向けです。で、入試は小論文、これ法律以外の小論文が多いです。あと、英語のスコアですね。
TOEFL とか TOEIC のスコアが要求される場合も極めて多いです、最近は。で、修士コースは2年で法律学習者向け。で、入試は法律の論文試験です。予備試験の論文試験みたいなものが聞かれます。英語のスコアが要求される場合もあります。で、これ基本的には法学部の人が2年コースに行って、そうじゃない人が3年コースに行くんですが、逆も可能です。法学部じゃなくても勉強して法律勉強すれば2年コース可能ですし、逆に法学部なのに3年コース行く人もいます。で、もしロースクール目指される方いらっしゃったら、これね、私からお勧めするのは絶対2年コース行ってください。3年コースは合格率が悪いです、司法試験のね。なんでかっていうと、よく考えてください。3年コースで最初の1年で法学部の4年分やるんですよ。これ結構厳しいですね。なので、法律学習したことない人であっても、例えばね、予備校とか使って勉強して2年コースに行った方がいいです、ロースクール行くなら。3年コース本当に合格率低いんですよ。まあ、これがロースクールの話です。で、予備試験とロースクール迷ってる方たまにいらっしゃいます。で、よくあるパターンは、予備試験目指してみて予備試験落ちたらロースクールに行く、そういうパターンがね、割と一般的です。まあ、そのあたりも考えてみてください。じゃあ、次に国家総合職試験の概要いきましょう。で、これ法律のコースなので、法律職だけに絞ってお話をさせていただきます。で、括弧1、国家総合職試験とは、これは政策の企画および立案または調査および研究に関する事務をその職務とする係員の採用試験、これ試験案内から引っ張りました。で、これ実際はいわゆる官僚になる試験になります。官僚って何ですかね、どういうイメージあります？これね、まあ、いろんな話があるんですけど、よく話すのは内閣総理大臣いますよね、今安倍さんですね。で、安倍さんっていうのは何やるかというと、当然行政を指揮して、あとは法律案を出すわけです、自分の政策を実行するための。でも安倍さんが何でも知ってるかというと、そうではない。で、大臣いますけど、大臣も何でも知ってるかというと、そうではない。農林水産大臣が農業のすべてを知ってるとは限らない。そこで専門的なサポートをする官僚っていうのが必要なんですね。官僚というのは専門的知識を持って大臣をサポートする、そういった役目だと、考えてください。で、これね、ちょっと収録ありなんで、そこまでいろんなことをお話しできないんですけど、この官僚っていうのはね、ものすごく絶大な権力を昔持っていました。今でもそれなりにあります。ちょっと例を挙げましょう。警察署ありますよね。警察署長って何歳になりますか？これね、ルート2つあるんですよ。これ昔の話ですよ。今はちょっと違いますけど、例えば東京都だったら警視庁と言います、東京都の警察は。で、警視庁採用の警察官がめちゃくちゃ出世すると署長になれるんですけど、それはもう60代近いです。一方で、総合職ルートで言うと警察庁っていうんですよ。その警察庁の官僚は30代で署長になれます。なぜかというと、もっと上行くので、その地方の警察署の署長っていうのは、このなんていうんですかね、トレーニングのコースの一課程なんですね。それぐらいいいか悪いか別として、違う、普通の公務員と違うのがこの官僚と呼ばれるものです。今の警察署の話、税務署とかもそうですよ。で、ただ国家総合職試験は、実はですね、官庁訪問、これが採用面接ですに進むための最低限の資格になります。つまり、試験に受かっても官僚になれるとは限らない。むしろならない人の方が多いです。で、資格は3年間有効です。例えば平成30年の合格者は、平成じゃないですけども、32年の官庁訪問可能、3年間官庁訪問ができます。で、ただし、最新年度に合格していないと特別な理由ない限り疑念を生む。何言ってるかというと、3年前に国家総合職受かった人がこの官庁訪問に来ると、官庁訪問前落ちたんじゃないかって疑われるかもしれないし、あるいは最新年度の試験に落ちたんじゃないか、そう疑われる可能性もあるので、これ最新年度の試験に受かって官庁訪問した方がいいです。ただ、この特別な理由、これ留学とかはありますので、そういった理由があれば別に構いません。で、
官庁訪問の際、席次、順位、これはなんだかんだ言って見られています。何位で国家総合職試験に合格したかっていうのは、これ見られてるんですよ。なので上位で合格することが大切です。で、これもですね、あまり収録ありでこういうお話もしてもあれなんですけど、ちょっとお話しておきますね。せっかく皆さんレックに来ていただいたので。で、これね、実はですね、昔から五大官庁と呼ばれるものがあります。で、実はこれ司法試験にも後で関わってくるので、少しお話ししますと、五大官庁、五大官庁というものは5個省庁のうちの5個、非常に採用が難しい、そして席次が上じゃないと受からないと言われているものです。大体日本の権限のある省庁を思い浮かべてください。まず一番お金を持っているのが財務省ですね。旧大蔵省です。財務省、財務省ってのは予算を決めたり税金の制度を決めたりする省庁です。これものすごい力があります。で、財務省にくっついて金融庁って役所が別なんですけど、金融庁は中央の省庁の人はほとんど財務省だと思ってます。もともと一緒だったんです、金融庁ってのは財務省と。だからこれ準五大官庁です。他に力を持ってるのどこでしょう。外交をやる外務省、これも難しい。あと経済政策をやる経済産業省っていうところも、これ予算規模が大きいので力があります。あとやっぱり警察ですね。警察力ありますので警察庁。まさに昔30代で署長になれたコースはこれです。あと最後はですね、何でしょうか。お金持ってそうな省庁、これ最後は総務省なんですね。で、総務省ってのは実は省庁再編でいろんな省庁の寄せ集めです。総務省の中で五大官庁と呼ばれるものはここの自治省だけです。旧自治省、これ自治ってのがあるんですね。総務省の中の自治だけが五大官庁と呼ばれてます。まあ、五大官庁という言い方もね、今あんまりしないんですけど、だから財務、準五大として金融、外務、経済産業省、警察庁、総務省の中の自治で、ここの省庁に行きたい人は順位上取ってください。特に警察、財務、外務あたりはかなり見られます。一方で経済産業省は順位いい方がいいんですけど、順位悪くても取られることがあります。なんていうんですか、なんか経済産業省ってまさにね、商社みたいなところもあるので、非常にコミュニケーション能力に長けてたりすると、別に順位が悪くても取ってくれることがあります。いいでしょうか。で、五大官庁以外が別に優しいというわけではないんですけど、五大官庁を受ける人は特に席次注意してください。 で、ついでなんでちょっとお話しておきます。総務省は自治以外にもテレコムってところがあります。他にもいろいろあるんですけど、テレコムは旧郵政省です。郵便局今民営化したので権力ないと思いきや、ここもね、最近人気あるんですよ。テレコムって何持ってるかというと、電波持ってるんです。携帯電話、テレビ。なので五大官庁じゃないんですけど非常に人気が出た。まあ、総務省はこういうふうにいろんな側面があります。 いいでしょうか。で、総合職興味ある方もいらっしゃると思います。で、総合職目指すにあたって一言、これ絶対覚えておいてほしいんですけど、勉強してもいいんですけど、勉強しすぎないでください。学生生活を全て勉強に打ち込む人を総合職は取りません。なので学生生活は学生生活で充実させて、あるいは社会人の方はちゃんと今の仕事をやって、かつ試験に受かる人を取りたがるので、勉強ばっかりにならないように総合職目指す人は注意をしてください。サークル活動とかやってください。その方が官庁訪問で通りやすいです。じゃあ司法試験しか興味ない人、ちょっと退屈してきましたね。じゃあ司法試験の人、ちょっと質問しますね。法務省ってありますね。
法務省って法律作るからめちゃくちゃ権力ありそうなのに、なぜかここに入ってないんですよ。これなんででしょうか。この五大官庁というものはあくまで国家総合職の官庁訪問の観点から見た五大官庁なんですね。法務省は力があるんですけど、実は法務省の役人になりたいのなら、国家総合職からはなれないんですよ。なれないっていうのは語弊があります。なっても出世できないんです。その理由ちょっと説明しておきますね。法務省もいろんな部局があります。民事局とか刑事局とかあります。民事局とか刑事局とかいろいろあります。で、いろいろあって、例えば入管とか入国管理ね、これも法務省です。で、入管とかはこれ国家総合職から行って出世できます。でもこの民事局とか刑事局は国家総合職から行ってもトップになれません。なぜか。語弊を恐れずに言うと、法務局の官僚は検事なんです。検察官です。検察官は語弊を恐れずに言うと法務官僚です。それはね、司法試験目指す人ぜひ知っといてください。法務省のこの民事局刑事局はこれ検事が行くポストなんです。検事が行く。なので法務省の役人になりたいんだって人がいらっしゃったら、それは司法試験を目指してください。結構ここね、勘違いして国家総合職目指して結局行けなかったっていう人いるんですね。で、なんでこんなシステムになってるのかってことも今日ちょっとお話をしておきます。もともと実はですね、司法試験と国家総合職試験は一緒の試験でした。戦前は高等文官試験と言います。これもですね、ぜひ弁護士とか目指すなら知っておいた方がいいことです。戦前高等文官試験というのがあって、これが高級官僚になる試験で、これ行政か司法か、順番変えますね。外務か司法課がありました。で、この行政課というものが今の総合職になります。で、外務課っていうのは外交官試験っていうのが昔あったんですけど、それもなくなって今総合職になりました。なのでちょっと途中は除きますけど、この行政課と外務課が今の総合職になってます。外交官試験っていうのもありましたが、ちょっと飛ばしますね、それは。で、この高等文官試験の司法課と昔の弁護士の試験、代理人試験というものが合わさって今の司法試験になってます。司法課っていうのは裁判官と検察官と法務官僚になるための試験。代理人試験というのは弁護士になる試験。これが合わさって今の司法試験なんですね。実はこういう関係にあるので、総合職と司法試験って科目にも似てる科目があります。まあ、この辺りはですね、ぜひ知っておいてください。検事のシステムとともに、重要です。じゃあ、国家総合職、これ法律職以外もあります。実はですね、心理とか、あと理系の工学とか、いろんなルートがあるんですけど、法律職はこういう試験が出ます。で、第一次試験、これ基礎能力試験で、文章理解、これね、英語とか国語の現代文の読解だと思ってください。あと判断推理。判断推理っていうのは何かというと、こんな問題見たことありません？例えば A さんがこういうことを言ってます、 B さんがこういうことを言ってます、 C さんがこういうことを言ってます。で、論理的に考えて、一人だけ嘘をついてると考えると嘘つきは誰でしょうみたいな、論理パズルみたいな問題、これが、判断推理と呼ばれるものです。で、数的推理っていうのもあるんですけど、まあ似たようなものなので、ここで含めて考えましょう。
あと自然科学、理科数学、人文科学、歴史とか文学とか、社会科学、経済学とか政治学とか、こんなものが出ます。で、これ一般教養です。ただ、最近の公務員試験のトレンドとして、この理科とか社会よりこっち、文章理解とか判断推理が重視される傾向にあります。語弊を恐れずに言うと、理科社会より英語、国語、数学、そういった傾向があります。で、専門試験は多士択一式です。憲法、行政法、民法が必修です。で、あと括弧内から3科目、商法、刑法、国際法、労働法、経済学、財政学から3科目選択です。で、これ司法試験と両方目指す人います。その場合は選択科目を、これ商法、刑法で、国際法か労働法、普通は労働法を取ると司法試験と完全に重なります。労働法、国際法は司法試験の選択科目です。国際法は国際公法の方ですね。司法試験だと大抵労働法を取る人が多いですけど、これで全部司法試験と法律科目が揃います。で、第二次試験です。専門記述試験、記述式で、これ全部から3大選択、政治学、行政学、公共政策、国際関係で、もし司法試験と両にらみするなら、普通憲法、行政法、民法あたりを取ります。で、商法とか刑法を取る人もいるんですけど、それはお好みで、まあ、司法試験と完全に科目を重ねることができます。で、3ページ目いって、政策論文です。これ政策的なことを聞かれます。昔だとですね、もう TPP とか下火になりましたが、そういうこととか聞かれました。 TPP についてこういった政策を立案しようと思うんですが、これを100字以内で記載しなさいとか、そういうものですね。で、人物試験はこれ面接です。30分ぐらいの面接です。で、ここまで受かると国家総合職合格で、3、ようやく官庁訪問に行けるということになります。で、官庁訪問は試験ではないんですけど、これをやらないと採用されません。で、この官庁訪問は非常に過酷です。どういうことかっていうと、これ大体ですね、こんな感じで行われます。月火水木金、この3日間第1クールと言います。で、水木金とは限らないんですけど、最初の3日間官庁訪問を第1クールと言って、好きな省庁を3つ回れるんですよ。何でもいいですよ。例えば外務省に行きました。で、外務省に行くとどうなるかというと、大体ね、10時ぐらいに集合をかけられて、大会議室に集められます。で、大会議室に集められて、こう面接のたびに呼び出されるんですよ。で、最初はですね、そんなに上じゃない若い人と、まあ、君はどう考えるのとか、政策論争とかやったりしている行くんですけど、そのうち偉い人が出てきて本格的な面接になっていく。で、これが朝から晩までです。大体朝10時から夜10時ぐらいまで続きます。で、次の木曜日、別の省庁行きます。何でもいいですね。総務省行ったとしましょうか。で、金曜日、別の省庁行きます。文部科学省行ったとしましょうか。ただ、3つ目に回る省庁は向こうも取る気ありません。だいたいこの第1規模か第2規模です。で、次の月火水、これが第2クールです。第2クールは第1クールと同じ省庁しか回れません。外務省行って、総務省行って、文科省です。で、第2クールぐらいから正直言うと適性がない人がどんどん落とされていきます。これもですね、国家総合職のこの官庁訪問する人の中で公開処刑って言われてるんですね。何言ってるかというと、こう面接のために大会議室から呼び出されるんですよ。で、普通は呼び出されるんですけど、あなたダメだよっていう人はですね、みんなの前で「何々さん、荷物を全部持ってきてください」って言われるんですね。あ、それであの人はこれダメだったんだなって分かるぐらい非常に過酷なんですけど、これで第2クールです。で、第3クールになると2つしか回れなくなります。で、この辺りからが本格的な勝負です。で、これ確か省庁変えられるんですね。行く省庁変えられます。で、例えばこの人外務省志望だとすると、外務省に行って面接をする。で、総務省に行って面接をする。で、第3クール、第4クールあたりでかなりの数が絞られます。で、これがね、第7か第8ぐらいまで続くんですね。
で、非常にこれも過酷です。で、この総合職受けたいっていう人は、一つ留意しなきゃいけないのが、この官庁も2週間ぐらいあるんですよ。この2週間のスケジュールを空けられるか、特に社会人の方で、学生の方もその調整が必要になってきます。あと、試験発表から官庁訪問まで、これ年にもよるんですけど、割とすぐです。もう1日とかしか準備の時間がありません。そのあたりもですね、注意していかなきゃいけないということになります。で、このガイダンスでね、司法試験も予備試験も総合職も難しいって話しましたけど、でも一方でやりがいあります。やっぱり専門性高いしですね、非常に裁量もありますし、やりがいはあります。じゃあ、ここまでが試験の概要で、じゃあ実際にどうやって受かるのか、8ページ目見てください。で、ここで、司法試験と、予備試験と総合職の人もいるんですけど、一応ね、メインターゲットはこう考えてください。予備試験も受けて総合職も受けると、これ結構いるんですよ、最近。なので、総合職の人も通用する話だと思ってください。で、まず担当対策です。で、まずインプットです。インプットっていうのは内容を覚える。講義、入門講義聞いてなら講義を聞いてください。で、独学だったらテキストを条文を引きながら読んで理解します。そしてアウトプット、問題を解く、もうひたすらこれです。で、米印見てください。論文と担当は出題範囲は基本的に同じだが、担当試験にしか出ないような分野がある。これ、論文では出ない分野っていうのがあります。これ、担当プロパーっていうんですけど、こういったものも勉強しなきゃいけない。で、論文対策として概要は講義を聞く、で、テキスト条文を引きながら読む、理解する、これは担当と一緒です。で、その次の論証を覚える、これが実はですね、論文の勉強の半分を占めると言っても過言ではありません。今日はこの論証というものについてお話をしていきます。で、例えばですね、民法をやっていると最初にこういう話があります。人間っていうのは出生の時から権利を持てるんだよ。当たり前じゃないかって話ですね。でも、法律ってね、すごい細かいんですよ。じゃあ、出生っていつか。赤ちゃんってお母さんのお腹の中から当然出てきますね。頭だけ出てきたら出生なのか、体の全部が出てきて初めて出生と言えるのか、こんな議論があるんです。何をそんな議論を大真面目にしてるかって言いますとですね、でも確かに相続とかいろんな話にあって、どのタイミングで出生になったかって決めるのは重要なんですね。で、そしてこれは法律の条文を見ても出てきません。法律の条文読んでもわからないっていうところは、でも決めなきゃいけない。その条文にないことの結論を出すことを解釈と言います。で、論証っていうのはその問題点、論点っていうんですけど、論点に対して解釈を、理由をつけて示したものです。これが論証というものです。で、1個、さっきの話で書きましょうか。さっき、人はいつから人なのかというお話をしました。例えばこんな感じです、論証っていうのは。人は、いつ出生したと言えるのか。この点、解釈の明確性から、母体から全部露出した時を言うと、を言う。別にこれ書き写さないでもいいですけど、これが論証です。論点は人はいつ出生したと言えるのか、これ問題点ですね。で、この点で今回短く書きましたけど、理由はこれ、解釈の明確性から。これ、もっと噛み砕いて言うと、全部出てきたっていうのは明確ですよね。でも、一部で出てきたら出生とすると、じゃあ頭出てきたら出生なのか、
首まで出てきたら出世なのか、どこまで出てきたら出世なのかよくわからない。だから分かりやすいルールを採用するために母体から全部露出した時を言いましょう。これが民法の通説です。でこのようにコンパクトですけど問題点入ってますね、理由付け入ってますね、結論入ってます。これが論証と呼ばれるものです。そしてですね、司法試験、これ予備試験も総合職もそうなんですけど、この論証を覚えてないと論文式試験書けません。これなぜかというと、これ論文のパーツなんですよ。パーツを覚えていかないと現場で組み立てられません。あと現場でこれを一から考えていると時間が足りません。そういう試験なんですよ。なのでこのパーツである論証はあらかじめ用意していかなきゃいけない。だって飲食店だとそうじゃないですか、下ごしらえしてるからパッと出てくるんですね。論文も一緒、これを用意しておかないと話にならないです。なのでこの論証を覚えるって作業が中心になってきます。でちょっとウェブの人は分からなかったかもしれないけど、これ私ね何も見ないで今書いたんですよ。こう何も見ないで、皆さんこれ目標ね、何も見ないでこれをパッと書ける、このレベルに達すると論文はほとんど合格近づいてきます。これが一番大変なんですけど、なんとか論証を覚えるんだ、この意識を持ってください。いいでしょうか。ちなみにこの論証はね、一言一句同じである必要は全くありません。似たようなことを書ければいいんですよ。いいでしょうか。じゃあでこの論証を覚えるとパーツを手に入れたので問題を解く、実際に論文問題書いていったり、書く暇がなかったら答案構成骨組みだけ作ることもあります。ではではでは、ちょっと今日のメインなんですけど、今日初学者におすすめの学習法、これ空いてるのは書き込んでくださいって意味ですね。これやっておきます。どう勉強すれば受かるのか、これまずねインプットします。まずインプットするんですけど、皆さん本をもう読んで理解するときってどうします？これ一冊あったら最初から最後まで理解しようとしますよね。そうじゃないんですよ。法律の場合ちゃんと項目あります。最初は自然人って言って生身の人間、次は法人って項目があります。項目ごとにやってください。自然人っていう章を民法だったらのテキストを条文引きながら読む、これ独学の場合、講義の場合は講義を使ってください。講義はちょうどこの項目になってます。3時間ごとね、レックだったら、あるいは講義、これでいいです。このインプットが終わったら、あるいは講義の場合は講義の復習ですね。講義聞いて講義を復習したらどうするかっていうと、次は論証です。ここの自然人の箇所の論証を書けるようにしてください。論証を覚えるって言うんですけど、眺めて覚えられる人そんなに多くありません。もちろん眺めて覚えられるんだったらそれでもいいです。私も昔司法試験のゼミもやってたんですけど、やっぱゼミ生に聞くと、まあ今時チラシの裏ってないんですけど、チラシの裏に殴り書きしたりそうやって覚えてたみたいです。論証を書けるようにしてください。でこれ簡単に言いますけどめちゃくちゃ大変です。でもここ突破できればかなり合格に近づきます。でこの論証を書けるようにした後、この自然人の担当の問題を解きます。でこれ解くって書きましたけど、ニュアンス込めて言いますね。問題集の回答を読むだけでいいです。最初解けません。いいんです、解けなくて。どんな問題が出て何が言ってるか分かれば十分です。司法試験の担当問題いきなり解くのは難しいと思います。これ読んで分かればいい、それだけで十分です。でなんでこの自然人って箇所しかインプットしてないのに担当いきなり解けっていうのか、これ理由2つあります。まあ、1つ目は簡単、インプットの直後にアウトプットした方が記憶が定着する、こ
これ一つ目ですね。記憶定着。でもう一つ、法律っていうのは非常に抽象論が多いんですけど、実はですね、具体的な事例が大事なんです。司法試験の論文問題、総合職もそうですけど、基本的には事例問題です。長い具体的な事例が出て、それを法律を使ってどう解釈し解決していくかが聞かれます。でテキストとか講義でも事例に触れるんですけど、少ない。担当式試験を解くことでこれ事例に触れられるんですね。ケースに触れるという利点もあります。で、この後これは時間によります。余裕があれば論文の問題もこれ、解く。自然時のね。ただここは余裕がなかったら飛ばしてもいいところです。なかなか論文の問題いきなり解くのは難しい。なので眺める程度もいいですし、余裕がなかったら飛ばす。で、これを一つの項目やるんですね。で、終わったら次です。インプットの次の法人ってところをやる。で、これをぐるぐる繰り返していきます。で、そして法律の学習っていうのは実は民法1回では終わりません。1回では終わらない構造になってる。理解できない構造になってるんです、法律っていうのは。だからこれを苦しいんですけど、民法最後まで終わったらもう1回同じことをやってください。でもその時は半分以上分かってるから早く終わります。で、このサイクルを何回か繰り返しておくとレベルがかなり上がっていくので、合格に近づいていく、そういうことになってきます。で、これが一通り終わるともう中上級です。で、その場合は、答練っていって答案練習会、実際に論文を書いて添削をしてもらうとか、そういうことをやってきます。この後は答練ね。答練っていうのは答案練習会です、の略です。これは実際に問題の答案を、論文問題の答案を書いて添削して返してもらう、これの繰り返しがあります。これが次の段階です。ただまず初学者の方はこのインプット論証担当論文、このサイクルを繰り返してください。よろしいでしょうか。で、これ独学でやるんだったらテキストを用意して論証を用意して担当の問題を用意して論文の問題を用意する、そういうことになります。で、レックの入門講義はこれね、ペースメーカーになるようになってるんですね。例えば、私の池袋の入門講座だと基本的に月金です、講義は。で、月曜日講義聞きますよね。で、その後に火曜日復習して金曜日までに論証担当論文やる。で、そして金曜日の講義来る。で、次の月曜まで土日がありますから、土日でこれを繰り返す。で、その次の月曜にこう来る。ちょうどいいような通学のカリキュラムになってます。あともちろん欠席されてもウェブとか DVD で見れるような、そういう仕組みになってます。あとですね、直接添削オプションというものもありまして、直接添削オプションだとこの論文、これも入ってます。なので、講義をペースメーカーにしてこのサイクルを繰り返すっていうのが一つ方法なので、ぜひね、それはご検討ください。独学でやる方も、このサイクルはですね、非常に参考になりますので、ぜひやっていってください。ここまでよろしいでしょうか。で、いろいろお話ししましたけど、このね、今日ぜひ一番、持って帰ってほしいのはこの論証。論証を書けるようにするのが司法試験のもう一番大事な話なんだ。そして担当式試験じゃなくて論文が司法試験メインなんだ。これぜひね、持ち帰ってください。あと総合職目指す方、総合職目指す方も論文の勉強は同じです。ただ総合職の方はですね、ぜひ学生生活とか社会人生活充実させるようにしてください。で、あと10ページ目はですね、
これ私の他のガイダンスで結構人気あるんですけど、長期化する人、短期化する人というガイダンスのレジュメになってます。これどういうガイダンスかというと、司法試験ってね、すっごい長い間受けてる人いるんですよ。何歳になっても受からない人。一方でサクッとも短期で受かってしまう人もいる。これ何が違うんだろうっていうのを、考えたガイダンスです。ウェブにもありますので、ご興味ある方は、こちらも、ご覧ください。それでは本日のですね、竹山講師が直接添削、1年合格を目指せる竹山入門講座、これにて終了いたします。お疲れ様でした。